こんにちは、スタルケルです。皆さん、こちらに置いてあるねもの知ってますでしょうか。そう、ユニトロボーンなんですけれども、今回なんと新しい商品が発売されました。それがこちらですね、スーパーカーステーキという、はい、この2つが新しく発売されました。で、まあ最近で言うとこちらショベルトレジャードッグですね。これね、レビューしましたのでね、見てない方ぜひ、合わせて見てみてください。じゃあね、まあ、今回もこれ、合体させつつ、いろんな他のやつとも合体ねしていきたいと思います。で、さらに今回、このユニトロボーン2000円以上購入すると、はい、こちら、ユニトロユニットモスバーガーっていうのが、ゲットすることができますので、これもちょっと見ていきましょう。これもうすでにちょっと開封しちゃってるんですけど、ショート動画で開封する様子撮影したので、それもよかったら見てみてください。はーい、めちゃくちゃ可愛い、この焼き印がねされてます、モスバーガーということで。これあれですね、はい、こちらブルドーザーバーガーのこのバーガーをリレコしてモスバーガーにしてますね。この点点点がこれなくなってますね、造形が。あと色もちょっと違う、はい、このモスバーガーのね、はい、こんな感じになっております。裏もね、なんかいろいろ書いてますね。いや、めちゃくちゃ可愛い。モスバーガー美味しいしね、うん、皆さん食べますか、モスバーガー。モスバーガーのハンバーガーのさ、満足感たらないですよね。はい、まあ、っていう感じでこれちょっとやってみますか。この説明書だとこのダンプ書いてるので、ちょっとダンプと、はい、合体させていきましょう。このちょっとモスバーガーやった後、このスーパーカーステーキやるので、ちょっと楽しみにしててください。はい、じゃあちょっとまず普通のハンバーガーの顔、はい、こんな感じになってます。まあ、シンプルにかっこいいですよね、うん、この紫の目で、はい。で、こっちモスバーガーの顔どうなっているんでしょうか。おい、いや、なんだこれ。ちょっと足を一旦開きますよ。はい、足開きますと、はい、これで、モスバーガーダンプトラックになります。いや、めちゃくちゃに可愛い。いや、このさ、モスバーガーの帽子かぶってて、ちょっと目も大きいし、これ塗装めちゃくちゃされてる塗装めっちゃ豪華ですね。素晴らしい、このコラボめっちゃ気合入ってますね。いや、こんな感じでさ、いろんなさ、企業とさ、コラボしてほしいですよね。で、個人的に一番好きなのが、やっぱりこれ。この、バーガーって、この、もともとブルドーザーバーガーなんで、このブルドーザーと合体ね、させていきましょう。はい、合体。ちょっと待ってください。はい、アングル。はい。で、足を出してあげて、で、腕も出してあげると。はい、これで、ブルドーザーモスバーガーになります。めちゃくちゃ可愛いんですけど、ほら、しかもぴったりですよね。はい、いや、これちょっとモスバーガー全店舗にね置いてほしいですね。めちゃくちゃ可愛い。はい、まあ、こんな感じで、まあ、コラボしてるとあれですよね。なんかジョブレイバーとかも結構いろんな黒猫ヤマトとかね、コラボしてるんで、このユニトロボーンにもこのコラボの波がね来てくれて、めちゃくちゃ嬉しいですね。はい、じゃあ次はこちらね、メインのメインディッシュである、スーパーカーステーキね、見ていきましょう。まずはスーパーカーから、はい、こんな感じになっております。なんかここの尖りが結構特徴的ですよね。で、塗装はこの黒とこのシルバーですね。で、はい、ここタイヤがはめ込み式になってるので、はい、コロコロねさせることができます。まあ、結構今まで乗り物系は出てましたけど、このスーパーカーっていうモチーフは初めてですよね。なんか今まで結構働く系の車が多かったので、まあ、かといってスーパーカーが働いてないかって言ったらそうでもないんですけど、はい、このシンプルかっこいいおもちゃで出るって言ったら真っ先にスーパーカー出ると思うんですけど、それがこのタイミングっていうのもまた面白いですよね、ユニトロボン。はい、で、こちら、はい、ステーキになっております。はい、この鉄板で、この鉄板の下のこの木の部分、うん、もちゃんと作られてるっていう、しかもこのナイフとフォークもあるっていう、
素晴らしい。でこの見て、このちゃんとステーキちょっと焦げてる、焼き目がついてるっていう感じになってます。うん、でこのポテトはちょっとこうザラザラしてる、はい。でこの人参はツルツルしてるっていう、この素材が変わってるんですよね、食べ物によって細かすぎるね。でこの鉄板も若干ザラザラしています、はい。こんな感じで脂肪加工っぽいものがねされているっていう、この木もさ木目があるんですよね、この横に、ほらこういう感じで、はい。それ面白い。でこの実はナイフとフォークにも、これ見えるかな、UNTR ユニトロっていう文字が隠されておりました、はい。いいですね、めちゃくちゃ細かい。あでこれがこの台紙なんですけれども、はい、めちゃくちゃかっこいいと。裏、はい、今回のストーリーはこの、多分ファミレスとかでこう食事をしている、まあステーキをねこうやって食べてる脇で、まあこうスーパーカーが止まってると、多分このスーパーカーで、ファミレスに来てこのステーキを食べる子供みたいな感じなんですかね。そんな子供おるか、今考えたけど、いる？そんな子供、え？ブルジョワ？上流階級？なんかめちゃくちゃお金持ちの子供なのかな、なんかおかしいね。で これ待って、一人で来てない、この子供、これ子供？大人？どっち？この服のセンス子供っぽいけどね、はい。このね消しゴムと同じデザインになってますけど、なんか不思議ですね、大人かな、大人なのかな、わかんないですけど、はい。まあっていう感じのストーリーがありましたと。じゃあこれ早速ね、合体させていきましょう。はい、合体、ここを組み合わせます。いきます。はい、なんかくるっとね、回転してここピヨッと出ました。で、このフォークが外れると。ナイフも外しましょう。で、これ反対向きになってるので、くるっと回転させます。で、ここ、尖ってた部分を、はい、下に下ろす。これね、チリチリチリって音するんですよ。これめちゃくちゃ気持ちいい。はい。で、そしたら、こう、腕、上にね、こうやって、O の形になってるので、これを、はい、ここ根元ボールジョイントになってるので、下に下ろす。反対側も。こうやって下に下ろす。で、この部分をくるっと回転させる。ここもボールジョイントになってます。はい。で、そしたら、このナイフとフォークを、ここの穴に、はい、差し込んであげると。反対側も、はい、差し込む。はい。これで、ユニトロボ、スーパーカーステーキになります。どうでしょうか。いや、これはもうシンプルにかっこいい。うん、かっこいいんだけど、こういうなんかシールドがこのステーキになってたり、武器がナイフとフォークになってるっていうユーモアもねあるっていう、さすがユニトロボーンですね。このかっこいいと面白いのこの融合、うん、この調和が取れてる感じね、素晴らしいですね。であとは、ちょっとこれ他のやつとの合体もねやっていきましょう。まずちょっとこの一旦このはい、アップルロブスター久々にやりますか。めちゃくちゃ久々な気がする。いきます、合体。はい、開いて足が出てくると。で、ここ開いてあげて、この部分を後ろに立って、で腕を下に下ろすと、はいはい、これでアップルロブスターになります。いや、これもこれでね、かっこいいんですよね。はい。こんな感じになっております。なんと、今回のスーパーカーステーキは、アップルロブスターと、ほぼ、体の分割の仕方が同じっていうことなんですよ。これどういうことかっていうと、これを、アップルロブスターとスーパーカーステーキを組み替えても、ほぼほぼ違和感がなく合体できるっていう。あ、やば、落ちちゃった。はい。まずはこちら合体、アップルステーキ、アップルステーキです。なんか料理名みたいですね。はい、じゃあこっち合体、はい、ロブスタースーパーカーですね。こんな感じになっております。はい、色もどっちも赤だし、この上半身と下半身で分かれるっていう
特徴を持ってるので、どっちも。なのでこうやって入れ替えてもほぼほぼ違和感がないっていうところが今回のスーパーカーステーキの面白いところですね。うん、アップルロブスター限定なんですけれども、はい、こんな感じになっております。いやこれはね、いやてか見てください、この顔。はい、シンプルにかっこよすぎる。はい、こんな感じになってます。なんかナイトみたいですよね、うん、騎士みたいな、うん、こんな感じになっております。じゃあちょっと他のこのアップルロブスターと、まあ、合体ねできるのはもちろんなんですけれども、これ以外でちょっともっとねかっこいいのがないのかっていうのを探していきましょう。まあ、これ足だけだからな、ちょっとこれ難しいですよね。まあ、とりあえず前回の、はい、こちら大活躍したトレジャーいきましょう。はい、前足が出てくると。でこの上に何をつけるか、まあ、普通にこれでもいけるっすよ。はい、これで胴体延長版ができるっていうね。はい、いやほんとトレジャーがねもう何にでも使えるっていう、はい、まあ、っていうねことができますよと。あとは何かあるかな、上半身だよね、上半身。これ下半身か、これとか。ケーキ、スーパーカーケーキいきますか。合体、はい。あーなんかちょっと上向いちゃってますね上ミーアキャットみたいになってる。はい、このスーパーカーケーキですね。はい、こんな感じになっております。まあまあまあって感じですね。じゃああと上半身を任せられるのは、んー、まあギリギリこれかな。まあ、これこれめちゃくちゃ面白い合体なのでは。はい、このどっちも車で、この後ろ、これ多分どっちもバックしてピッ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 ガシャン合体みたいな感じですよね、きっと。はい、これで、スーパーカータクシーが出来上がると足細いな、なるほどね。だから直立になっちゃうね全員。まあ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 なしではないかな、うん、みんな直立になる。あ、いたいたいた。はい、こちらちょっと大きさ合わないかも。はい、スーパーカーペンギン。はい、あ、大きさが合わないねやっぱりいやでもまあまあまあって感じですよね。うん、はい、まあっていうぐらいかな。うん、はい、じゃあ次行きましょうか。次は、こちら上半身ね、この上半身を活かせる、下半身を見つけたいと。まあ下半身って言ったら、まあまずは、まあ手堅いところでこのツリーでしょうな。はい、ツリーと合体させていきましょう。はい、合体、はい、おおお、これいいのでは。足が出てきたぞ。あーっとちょっと前かがみ、前かがみですねこうなんないか、こうはなんだい、前かがみですね。これが、ツリーステーキですね、ツリーステーキ。はい、こんな感じになっております。まあまあまあ、うんうん、まあかもなく不可もなくってとこだな。あと下半身はまあこれですよね。はい、アンビュランスね。はい、じゃあいきます、合体。はい、あーなんか前かがみだ、これ全部前かがみになるね。これがアンビュランスステーキですね。うん、しかもちょっとこのあれだね、腕前にやんないとするね。はい、こんな感じになってます。あれー、なんかもっと下半身ないかな。意外にこれとか行ってみます。ハイスピードトレイン、はい、合体、はい、ああーまあ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 、なんかありそうハイスピードトレインステーキですね。こうやってヨーンってこう行くんでしょうね。はい、まあ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 って感じですね。なんかでもまだありそうな気がするな、いいのがないかな。このチーズ行ってみます。はい、おおおおお、え、なんかえ、あれじゃん、ボルトロスじゃんこれ、ポケモンの開いて開いてこんな感じになると、あ
ああ、で、このここ閉じると足っぽくなると。あ、こう面白いね、こういう合体のさせ方もあると。はい。なんか常に開脚してるみたいな感じになるな。なるほどね。これも意外といけるかも。バス、はい、合体、はい、お、かわいい。足4つついてるバスステーキですね。はい、こんな感じですね。あ、やば。いや、あとはやっぱ一番かっこいいのがやっぱこのショベルなんですよね。このショベルと合体できたらいいんだけど、いや下向いちゃうよね、やっぱり。下向いちゃうよね。こう、あ、こう、こうか。こういうお座りモードね。お座りモードありかもしれない。こうやって。はい。こんな感じでね。はい、お座りモードにするっていうのもいけると。はい。ということで、これが、ショベルステーキですね。はい。あ、まあ意外とあり。うん、こんな感じになると。まあいう感じですかね。まあやっぱ一番合うのはアップルロブスターでしたね。うん。はい、まあということで、いや、まあ今回はこのね、スーパーカーステーキに合わせてこちらの、モスバーガーもね、あのキャンペーンでやってたということで、めちゃくちゃね楽しめました。はい、ということで皆さんもこのユニトロボン2000円以上購入して、このモスバーガーもね、あのキャンペーンで、あの、まあるお店はね、あの、まあ、事前に、ね、確認して、このモスバーガーありますかとはね、確認した方がいいと思いますけれども、確認してこうやってね、あの手に入れてみてはいかがでしょうか。やっぱり集めれば集めるほど楽しくなっていくから、こういうのは、はい、まあ、っていうので、皆さんも、気になった方ね、手に取ってみてはいかがでしょうか。ということで、今回の動画いいなと思った方、ぜひチャンネル登録や高評価、 Twitter、TikTok のフォローなどよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタルケルでした。